私 ICT の活用の段階を3段階あるというふうに、セラニシチューに提示しました。で、2年間で1から3に行ってほしいという願いがあります。ですから最初の段階でどういうふうに行くんだということを示しました。まず第1段階はとにかく ICT を事業に使っていく段階ということです。まあ、そのような成果が出たということが宮岡研究主任から出てたと思います。第2段階はどういう事業場面でどのように ICT を効果的に使うか、例えば導入、展開、まとめ、さらには個別学習、グループ学習、一斉学習での総合の推移、こういったものの場面でどのように ICT 使ったらいいかということが2段階の研究です。我が国の研究もだんだん今2段階に来てるんだろうと思いますね。でもう一つ本校にお願いしたのはテーマの関係もありますので第3回です、段階です。どういう子どもにどのように ICT を使ったらいいのか、子に応じた指導ということになります、評価です。ですからこの場合は特に学習タイプ、情報収集の優位感覚という学習タイプに応じて、特別支援学級ではないんだけど通常学級でそれに近い子どもにどうしたらいいかということで始まりましたので、第3回も段階まで行ってほしいということを最初に示しました。まあ、このようにですね、いろんな形で使ってたんですが、まあ、この学校って本当に小さくてですね、実は80人ちょっとしかいないんです、生徒が全部で。先生も10人ちょっとだったと思うんですけど、まあ、そういう感じです。まあ、これ国語で使ってやった子どもたちをですね、他の子を評価してたんですが、私はこの顔がすごくいいと思って、なんか恋人を見るような感じでですね、見上げ、男の子同士ですよこれ。でもこの雰囲気がですね、 ICT 入っていくのに非常にこう良かったんですね。そういう、まあ、素朴な子どもたちです。まあ、学力は非常に高いんですが、で先ほども言いましたけども、この英語もですね、最初に切るって出るんですけども、その後に自分でカットっていうとカットが出て、あとそれから3変容ですね、現在過去過去変。でこの音はですね ALT が入れてくれます。これはパワーポイントで作っております。で通常は20ぐらいなんですが、練習問題とも入れて100ぐらいのことを入れて、どん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 子どもをやります。これは自分のまさにペース、いわゆる、プログラム学習の原理沿ってやれたと。で特に音声優位の子はこういう音を個別で聞きながらやるのが非常にいいみたいで、 ALT のこれ音なんですが、すごくいい音なんですが、これを自分のペースでやっていくことが、まあ、非常に学習が面白いということでやっていました。でこれは英語で全体でやっています。とりわけですね、私は先ほど研究主任も言ってましたけども、授業案が非常にユニークで良かったと思います。どの場面で、視覚優位、聴覚優位、体感覚優位の子にどんな手立て、 ICT を使った手立てをするか、どの場面でするかということを明瞭にこの真ん中の黄色を示しています。で右側にターゲットパーソンがいまして、記号になってるんですけど、特にこの子に、この授業のこの場面では焦点が当てられてますよということが分かるようになってます。まあ、記号になってますが、でこういうふうにですね、授業案が非常に分かりやすい、どの場面でどういう子どもにどういう ICT を使うんですよと、でこれが効果的かどうかをエビデンスで確認しますということをやってるんですね。でこのやり方は私がずっとやってきた再生刺激法という、重要な場面で振り返って、我々は一斉にやるときには質問してやってます。質問して認知面と上位面を聞いてやってますけど、ここの場合は子に応じてるということなので、インタビュー方式を取りました。でその子に、ターゲットパーソンになった子に本当に効果的だったかどうかを確認しております。必ずしもうまくいかなかった場合もありますし、非常に効果的だった場合もあります。でこれをきちっと事例に、重ねていくと、事例集にしていくということでございます。評価できる点、 ICT 活用の3段階の意味を十分に理解していただいたということで、そういう姿が見られまして、本研究は2年間で第3段階まで実践研究の視野を広げていくことができました。これは大変1から3まで動いたということです。2番目に、指導案に非常に工夫が見られます。どのような事業場面でどのような優位感覚タイプの生徒を意識して、どのような ICT を活用するのがいいのかということを明瞭に示した事業案がなっています。これは他の学校に非常に参考になると、もちろんこれホームページ等で流しております、
財団からも出していただいておりますが、これは非常にいいと思います。他の先生方も分かりやすいと言っております。で、有意感覚出すときですね、まあ、最初は本校の場合も医学的なものとかなんかいろいろ言ってましたけど、実践で使った方がいいだろうということで各教科から一場面出してもらいました。これルーペなんですが、先ほど言ってました、要するに写真や図を見て分かる視覚的タイプですね。見れば人の話を聞いたときよく分かる、先生とか友達の話、これ聴覚優位です。何せやってみなきゃ分かんないと、やってみたいということがいるわけでありまして、こういうものをですねそれぞれの教科で出してもらいました。そして半分以上当たる場合にその特性があると、それと普段の観察ですね、先生方のこれとの連携を取ってターゲットパーソンを決めていったということでございます。こういう地道にですね自分たちでこのチェックシートを作ったということが意味がありまして、すぐに医学的な何かとかに行って頼るのではなくて、自分たちの観察で見たもので出していこうと、それを改善していこうというやり方でやりました。要するに本校が独自に作成した有意感覚タイプを同定するための学習スタイルチェックシートは何度も教職員が検討して改善していったということで私は評価しております。で、固定したものと考えずに改良を重ねることが非常に重要だというふうに私は思っております。そのことがよく分かっていただけたと思います。で、今後の課題です。さらに再生刺激法、これはいろんな教科で今使われてるんですけども、その我々が開発した再生刺激法をですねもっと有効に活用しながら、その授業 ICT を活用した授業場面での生徒の内面を深く取ってほしい。認知面、上位面ですね、思考理解の面と意欲の面、興味関心の面をしっかり取ってほしい。そして生徒の特性に応じた ICT 活用の事例、実践事例を積み重ねていって、こういう場合はうまくいく、こういう子どもにこういう使い方の時はうまくいかないということをきちっと出してほしい。成功事例と失敗事例といいますか、改善事例で、それを積み重ねていくことによってですね、子に応じた本当の意味での ICT 活用ということが第3段階が出てくるのではないかとに思っております。同時に事業課長の金村さん課長が一緒にずっと7回行きました。彼は私とまた違った視点で、大阪大学人間科学部出身なんですが、エビデンスとかなる言うんですね。私なかなか言いにくいんですよ。あんまこれ開発していくだけでエビデンスばっかり言うと嫌がられますけど、こういう時は組み合わせが非常に良くてですね、最後は辛い時は課長が言うというふうにしまして、お互いでこれ頑張りまして、先生方がよくやってくださいました。まあ、その事情なんかはまたシンポジウムでお話できるかと思います。以上でございます。